一世のーでラナザイギシャスミユです。Yes. 本日なんですけども、久しぶりにルナにドッキリを仕掛けたいなと。久々じゃないマジで。で、ルナにはね、普通のドッキリが通用しない、はい、なんせあの子は勘が鋭いから。いや、なんか変な勘鋭いよね。やばい、その生物的な勘が鋭いんですよ、人間の本能的な。そう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 。それだと動画にならないなと思ったんですよ。ルナが大切にしているものってなんだろうと思ったら、あの子多分誰よりも携帯愛が強い。携帯、髪の毛のどれだね。そう、前髪と携帯が命じゃないですか。ってなった時に、携帯だったらドッキリにしやすいなと思いまして、もしもスマホが分解されていたら天然な妹はどうするのか。まあ、私が最近ドブに携帯を落としたんですよ。言ってましたね。はい、すっごいショックだったんです。しかもすっごい臭かったんです。ドブ臭かったんや。拭いても拭いても音を流すたびに音源のところからドブが出てくるんですよ。ルナにね、その日にドブに落とした携帯が生きてたから、ちょっとその日案件の写真を撮んなきゃいけないと。で、ルナに写真撮ってもらっていいって言って、絵で写真を持ってんじゃん。臭いみたいな。で、あ、こっから水漏れてるごめんねっつったら、ルナこうやって撮ってました。なんで、そのね、悲しかった気持ちをルナにも味わってもらおうと思いまして。はいはいはい。もう最低やな、お前って言うやん。言うやん、言うやん。別にもう最近なら大丈夫です、なんでも。夏きついんで。壊れた。でも、はい、さすがにね、本当の携帯を分解してしまうのはそこまで鬼畜ではないよ。はい、と思いまして、今回はそうです、義士の携帯を使って分解したいと思います。バカ野郎。いいですよ。めんどくさ。もう分解されてある状態の携帯を買い取りました。で、あとすっごい画面がバキバキに割れてる携帯も買い取ったんですよ。おなんで今回はちょっと2段階のドッキリにしたくて、で最初はもう本当にすぐ終わるドッキリ、もしもルナの携帯がバキバキに割れていたら、はいはいはい、で、これドッキリだよ、なんやねんほんまに気をつけよみたいななるじゃないですか。なりますね。で、ルナがトイレ行ったその一瞬の隙を見て分解された携帯に変えます。なんやこれ、オーマイガッドやねんってなります。お前酒めっちゃ飲んでるだろ最近。違う、よくこの夏休み期間で飲めるな。違う、酒じゃないのよ、叫びすぎたのよ。叫びすぎた、叫びすぎたんだけど。で、なった時に分解されてたらルナはどうするの。ほう、そのドッキリをします。はい、ということで早速やっていきましょう。温度上げちゃった。そうだ、私ルナにお土産買ってきたんだ。何？ほら100均で買ったよ。違うよ、違う。あ、100均のラッピングはしたけど。100均にすな。いいやんけ。中が大事。何買った？見て見て。え、濃い、めっちゃ。濃い？うん、でしょ。ルナに似合いそうと思って。太陽光を浴びると充電の持ちが長くなる。でも海外で買ったやつだから。嘘だ。海外のが進んでる方が進んでるからね。うん、マジだって。マジだよ。嗅いでみて。これでじゃあ充電の持ちキュッてなったらすごい。え、いいやん、いいやん、めっちゃ可愛い、ルナっぽい。ありがとう。いいやん。ここやばい。いや、てかさ、すごい話していい？何？膝ってあんま毛生えないじゃん、うん、怪我した瞬間、ワイサが生えるさ。何があったか説明しない。落としちゃった。なんで笑ってる？落としちゃった。なんかなんで笑ってる？いや、普通になんで笑ってんじゃん、落としたの。だからなんで自分の携帯バキバキなんで、なんで笑ってる？だからなんで笑ってるの、落とす本人が。いや、別に申し訳ないと思ってないからじゃない。謝んな、ごめんなさい。え、これガチで落とすの？どういうあれなの？ここの角に当たって割れた。マジでこうやってやって、こうやって携帯見ようぜっつって、こうなってここにってなった。なんでそんなこと
かもここ絶対ほら何回もつついてる感じするのよ。だったら悪いじゃん。いや本当に嘘でしょ。本当なの？本当これ？はい、ドキルでしたー。もういい。絶対バキバキ。え、これは誰のけたの？嘘検体。え、これは本当に来るの？これは本当にあげる。嘘、嘘でした。嘘。ごめんね。ごめんね。いいけどドキル少な。気をつけな。ああ、よかったらマジ携帯なくしたら無理やねん。なくしたらどんな感情になるの？もう無理。キバすぎて。何も無理。多分イライラしてる。お腹痛い。写真。今から分解した携帯に交換します。マジで。なんか聞こえたね。うん、なんか聞こえたね。ちょっと待てよ。ただいま。おい、インスタの写真撮ってきた。いや、撮ってる前にまずこれおかしいし、ドア抜けたここやろ。ここに。え、なにこれ。あんたらや。え、やばいやばい。しらこい、座れ、ここ落としたの。え、座れ。落としてこんなわけやったやろって。ほら、この顔そうやな。やった顔やったやろ。うんって、やったやろな。いや、そういう前にこれルナの違う。え、いや触らない方がいいよ絶対。だってこれ部品1個でもなくなったら。ルネさんついてない。剥がし。だからその剥がしたっていうので。ルナ怖がってる。な、いやでもうちらインスタの写真撮りに行ってたから知らないよ。マジで撮る。でもシール剥がしたやろ。新しいの買ってるか。いや、ちょっとじゃ剥がしたやろって。さっき剥がれたんじゃない？剥がれてない。剥がれてない。ルナに邪魔してみて。絶対無理だよ。ルナにかけるな。ルナやって。俺の携帯やもん。あ、間違えた。ルナの携帯知らない？そう。わかんない。オーケー、ありがとう。はい。これ本当にルナの携帯なの？マジです。だからなんで、ルナの携帯なの？こういう風に組み立てれば。本当にルナの携帯。そうなんで。お前、うるさいね。なんでルナの携帯ってわかるの？やるだろ、これ。もういいって。ここやな、もう。ちょ、マジシャンよ。何？急に。直してくれるし。直してくれるマジシャン。じゃ呼んで。マジシャン。みんなマジシャン呼んできて。マジシャンさんお願いします。なんでも修理屋さん。しゃばんないよ、もうここまで来たら。あの携帯それ見えてる。なんでも修理屋さんです。見てない見てない見てない。そうですね、この携帯を直すには信じる力というものが必要になってきます。はい、まず部品をこの箱の中に入れます。信じてください。はい、目は閉じていいですよね。目は閉じてください。マジシャンだったら普通はさ。そうですね、じゃあ開けててください。じゃあ私に続いてください。信じれー、信じれー、治れー、治れー、愛よー、愛よー、勇気よー、勇気よー。足りない、信じる力が足りません。すいません。本当に信じてる人は正直です。一人一人最近やってしまった過ち言ってください。なんでやねん、この携帯に言ってください。まずは岸さんが正直者です。言え、特になし、正直に言ってるからね。信じよう、信じよう、神よ、神よ、前降りれ、前降りろ、はい、みんなでやろう、ウェーイ、ウェーイ、やれって。なんでキモい。いいですか、
っと言ってあげる、うん、じゃあルナさん目つぶって強く手と手を合わせて治れ治れって言ってください。せーの、なれなれなれ、いいか。もういいって、なんかゆったんやるんやったらシールぐらい剥がせって。ドキューでした。よっしゃー、もう知ってたわ。もしも iPhone がバキバキに分解されていたら天然の妹ならどうするのか。イエーイ。カメラは気づかなかったと思うけど、あそこと、ここと、ここにもあります。あれは気づいたわけど、あのマジこのシール取ってたら気づかなかった。いや、よかった。でもよかった、生きてたから。よかった。でもさ、あのやつとかどうやった？これもう買いました。分解された、分解されたやつ。そうなの。最近ね、ドッキリも少なかったし、まあ、ルナは普通のドッキリじゃかかんないから、こういうね、ユニークなドッキリで300万人目指して頑張りたいと思います。はい、ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。正直いつものドッキリより一番気づきやすかった。うわ、絶対300万人いったやんこれ。何も好きだったらってどうしてさ美味しい